は、ダイレクトナイン社長の広島です。今回はピアノをミディでつなぐとどのようなことができるかを紹介したいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。電子ピアノがあって、これをですねミディでつなぐと何ができるかというのをちょっと紹介したいと思うんですけど、ピアノ単体ではピアノの音を弾くだけなんですが、ケーブル、これがですねミディケーブルというものがあります。そしてミディケーブルがあればですね、パソコン、PC、タブレット、iPad などですね、いろんな端末がありますので、そこにつなぐことができます。そしてこれをつなぐ利点っていうのは何なのかというところがポイントなんですが、一番いいのは録音、レコーディングですね。なぜレコーディングでいいのかというところ、これはですねまず外の空気が入らないのでノイズがないということですね。ノイズレスで楽しむことができる。さらにはピアノの音色を違う音に変えることなども可能ですし、ドラムやベース、ギターなどに合わせながら演奏することも可能です。さらにはですね、音楽の学習的にも使えます。これはですね、譜面を読むことが苦手だけどピアノを楽しみたいという方などにぴったりな方法です。では実際に見ていきましょう。今弾いてるこのピアノ、この下の部分が映像としてのピアノなんですが、上に映ってますよね、 C、E とか F、G、 どこの音を押さえてるかというのは、これはミディでつないでいるおかげでパソコンの中でソフトを立ち上げて鳴らしている、そして表示させてるわけですね。そして左側、ここには音符が表示されているのが分かりますかね。このように今僕が弾いた音、音符を読むのが苦手という方にはもうちゃんと僕が左手でこのように表示されますよというのが分かり、さらに左側には D、G、 そしてB と表記されていくんですね。ですので、あ、これ今自分が弾いて綺麗なコードでぜひどんどん使っていきたいけども、これってどんな音なんだろうという時など、メモ代わりにちゃんとこの五線をすぐメモることも可能です。そしてノイズレスというところなんですが、通常の、今ピアノで僕はまさにこのミディケーブルを使って音で聞いていただいてるんですが、これがですねマイクの音だとどうなるかちょっとやってみますね。今はマイクを使った音で聞いていただきました。それに対して実際にミディケーブルを使って、そしてパソコンの音源で鳴らしたらどうなるかというと、いかがでしょうか。サウンドの違いが出るんです。これは YouTube などに投稿して自分の演奏を聴いていただきたい時にかなり役に立つ方法だと思うんですね。実際にスタジオで撮ったとしても、マイクをグランドピアノの方にしっかりと立ててちゃんと調整してから演奏して、ようやくいいサウンドって得られるんですね。で、それを動画の時に毎回やるというのはかなり大変なんですね。ですのでケーブル1本つないでおけば、あとはパソコンの中で編集ができるというのは非常にスピーディーで、そして楽ちん、そして高音質なんですよ。ですので弾き語りをやられる方なんかも歌とのピアノのミックスをする時に
よくカタカタ音ですよね、カタカタ音というのはこのっていう音が特に強く弾いた時などそれをマイクが拾ってやはり耳障りな感じが出てしまう。そうするとせっかくの演奏も台無しになってしまうのでケーブルでやっておけばもうその音は入らないので、というふうに非常にクリアな状態で録音をすることができます。それでは本日のまとめをやっていきましょう。ピアノをMIDIでつなぐと何ができるかというと2点、あります。1点はレコーディング、これをノイズレスで行うことができる。そして2点目、ピアノの学習にも使える。学習というのは先ほどやったように自分の弾いた音を五線譜で言うとどうやって表記するか、苦手だな、読むのが苦手という方、この C はどこの C なんだろう、あ、こう表記するんだなどというように学習することが可能ですよね。あ、ここに B のフラットがついたというのも毎回毎回見ていけば、音符を読むのが苦手という言葉をよく聞くんですけど、実際にはですね、苦手という方は本当はいないはずなんですよ。単純にこれは量が足りてないだけなので、毎回ピアノを弾くときにこのようにアプリなどを立ち上げておけば、これは E、C、そして D、G、B だなというふうに考えながら弾くことができます。これを繰り返してやっていくことによって、今度は楽譜を見ただけでも、ああこういう音だろうなっていう音まで聞こえてくるようになります。このようにピアノの学習にも使うことができます。そして1点注意事項としましては、まずお手持ちのピアノ、電子ピアノが、どのようなケーブルが刺さるかというのを確認していただきたいことですね。これはですね、取扱説明書を見ていただくと、USB のケーブルからパソコンに行けますよっていうのもあれば、 MIDI というものがちゃんとついていて、その MIDI アウトからパソコンに行くというケーブルなどもあります。ですのでこれはですね、それぞれのピアノによって違うので説明書を見ていただければ大丈夫だと思います。このようにピアノをMIDIでつなぐことによってピアノの可能性がかなり広がりますので、ぜひ試してみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。